えーこの前、えー、非常にあのちゃんとしたしっかりとした栄養学の先生にですね「先生あの体にいい食物とか黄緑よく野菜がいいとかまあもっとですねこの食物には何とかっていうのが入ってるからいいんだ」とまブロッコリーとかですねコーヒーとかよく言われますそんなことってあるんですか?」とお聞きしたんですねそその先生ははんんなことありませっって言ったけど私はね。 栄養学というのを本当の意味で知ってる人は体にいい食物なんていうのはないっていうことをはっきりご存知だと思うんですね。っていうのはですねもともと人間の体っていうのはまあおおよそ1万年前と思っていいと思うんですがおおよそ1万年前ですねその土地にあった食物例えばお米だとか日本だったら泡とか冷えだとか野菜とか。 そういうものがでできているんですよつまり体の中でやる化学反応化学反応というのはですねそこのところにある土地から食べられるもので体を作っていってそれで毎日の仕事というかやることができるように体ができていくんですよね少しずつ少しずつつまり例えばあるものを分解するときに まあ触媒として、まあ、銅,銅の多いところはまあ銅を使うしそれから銅がほとんどないところは他の金属を使って分解したりするんですよね。それはどうしてかっていうと生物っていうのは、まあ、今でこそ外国の食品が食べられますけれども本来はそこの土地にあるもので生きていくわけですよ。だからそこの土地にあるものっていうのは例えば泡だったり冷えだったりだけしたりそれから。 まあお米が取れるようになったのは栽培するようになってからですね。だけどまあこれはもうお、まあ、あの大げさに言えば、まあ、1万年は経ってるかもしれませんのでかなりお米と日本人というのは体とはもう切り離せない。それから例えば日本で昔から取れてたのは何だか分かんないですけど野菜でもですね、まあ、白菜とか例えば大根とかこういったものがいつからだっていうようなことはあんまり気にさせなくてよくて、まあ、おおよそ日本にあるものですね。 まあ、例えばトマトとか、まあ、こういったものは大体南米から来てますからねですからまあ500年ぐらいしか経ってないものも多いんですけどさつまいももそうですね、まあ、外来種といえばほとんどのものが外来種ですがどっちかっていうと日本列島で昔から取れてたものが体に日本人の体にはいいはずなんですよいいはずっていうか、まあ、それはもういいはずというはずが外れるぐらいですね当たり前のことではあるわけですね。それで そういういででで生物はできてるわけです例えば、まあ、人間ですとね少しは輸入するとか移動するとかいうのはできるんですけどもウサギだったりネズミだったりゾウ、まあ、だってもですねそこのの土地でで生きてていいるものを食べていくわけですよそれでそれが消化してできるようになるわけですから例えば牛がですねこれは体に悪いとか体にいいとか応力野菜を食べなきゃいけないそのこと考えるんじゃないんですよ。えー、それはね 多少肉質とかそういうのに影響する食物のあるかもしれませんが生存という意味ではですねそういうふうに体自身ができてないんですよですから私最近ね応力浴野菜とか繊維質のものを取れとかですねまして野菜を1日 350g なんて僕調べたんですよそんなことってあり得るのかなと思ってデータを調べたらもともと 350g っていうデータがないんですよ 290g まであるかな それをもっと野菜を取った方がいいという先入観で350人じゃあ野菜をうんと取る民族ってまず中国が一番多いんですけども中国人が長寿で健康かつと決して日本人よりか悪いんですね私に言わせればれ優等生が劣等生を学ぶってわけですよ平均寿命が88の日本人の女性が平均寿命がずっと低い中国の人の食事を守、ま 真似るってことですねそれからもちろん私いつも言ってるように例えば牛乳とかヨーグルトっていうのは日本人の体に合わないんですよね合わないから食べるべきじゃないというほどひどいかっていうとそこまではちょっといかないんですがまあ簡単に言えばですねできれば小魚とかそれから小松菜なんかでカルシウムを取るというのが日本人の体なんですよねだから この頃特にですねテレビがあまあそのあ悪徳とまで言わないけどまああの、えー、あまりその体と栄養の関係を知らない栄養学者、まあ、特にねこうつっちちょっと男女差別になっちゃうんですけど女性のですね栄養の人つてのはなんか名声を博したいのかテレビに出たいのかいいか減んなこと言う人多いんですよ。 これを食べるとといいとかねこれはなんかビタミン K が入ってますとかいやそんな問題じゃないんですよねですから、まあ、それで随分私はね日本人の体っていうのはおかしくなってんじゃなくて特にね単品を言ってるのはすごくおかしいですねこれはこういう化合物が入ってますからこの食物はいいんですそんなことないんですよ人間とはバランスなんですからねそのバランスの崩れたものを食べたらその中にあ特にいいものが入ってたってそりゃあ 体にはいいとは考えられないんですよ。ですから、まず第一に、日本で取れるものを主体とし、美味しいものを食べるっていうこの二つですよね。なぜそうかって言ったら、日本人の体は日本から取れる作物でできてるんであって、日本人の体に作物が合わ、合わす必要はないんですよ。日本人の体にいいものってうのはないんですよ。そういうもんじゃなくて、うん 日本人の体っていうのは日本の大地から取れるものでできているんですね逆なんですね関係がそれがまず一つは大事だってことを。味覚というのはですねなんでできているかっていうとその栄養学がなくても生きていけるように味覚があるんですよね今はその味覚がですね、えー、飽食の時代だから味覚を追っていくっていうことがあるんですけど追求していくってことがあるんですけど味覚ってのはもともとですね 食べていけないものと食べていいものを区別するために存在するんです。ですからおいしいというものはですね自分の体が欲してるんですね。まあ、それの一番いい例が減塩食ですよ。減塩食が薄味がまずいのに食べちゃいけないんですよね。あの薄味の美味しい人は薄味を食べればいいんです。ところが薄味になれると薄味も美味しいって言うけどそれはですね あんまり行き過ぎちゃいけない程度のことですね。油もそうですし、甘いもんもそうですね。ただ。甘いもので、特に砂糖のように。ここ百年二百年で。使うようになってきた。っていうものは。ちょっと気をつけなきゃいけないんです。なこれはですね。ですから。まあ、ここ百年二百年。まあ、明治以来ですね。日本人が特に食べるようになったものっていうと。動物の、植物の油。これはもう絶対食べなかったですからね。それから動物の肉、油。 それからお砂糖。こういったものはですね、大、え、体、ー、歴史が200年ですから、まあ結構珍しいから舌が美味しいと思う。だけどこれね、僕ずいぶん栄養学者と一緒に調べたんですけど、結局わからなかったんですけどね。もちろん糖尿病になるほど砂糖を食べるとか、これはダメで決まってるんですけど、それからほとんどご飯を食べずにチョコレートを食べ続けるっていう人もいるんですけど、それはまあちょっと論外なんですね。まともな食事を努力して、その中に 美味しいいものを混ぜるっていう感じなんですよね、まあ、特にその近代になって日本人が食べるようになってきたものそれからさらに戦後になって食べるものですね、えーっと。トマトのケチャップなんかだってごく最近ですからねこれはまあできたのがもともと100年前ですから、まあ、そういう点では、えー、健康に関心がありご家族の健康なんかに関心がある女性の方なんかが勉強すべきなのはこれが体にいいっていうんじゃなくて。 その食品が日本でいつ頃から食べ始めたのかっていうことはほが非常に重要ですね。そして、まあ、日本人は江戸時代ぐらいはですね栄養学がないからかなり鋭敏なんですよ。で私なんか読むとですねやっぱり動物の植物の油は気,もあの気分が悪くなるって書いてありますね。す動物の油動物の肉もあんまり消化は良くないって書いてありますよ。まあ、そういうことを経てですね昔は敏感でしたから。 日本の発酵食品というと豆腐とか味噌汁とか、まあ、そういう大豆系のものになってですねヨーグルトなんかを排斥していったわけですねヤギの乳なんかをヨーグルトにするやつはやっぱりダメだったんですそれから植物の油も随分控えていたわけですね魚の油に対してはそういうことは全く記載されてないんですねですからやっぱり日本人の基本は魚と肉、まあ、それに 根、ねね、とかそういう実とかそういうものの野菜を中心にして、まあ、構成されてきたので、まあ、それ以外のことを言うですね栄養学者は非常に気をつけた方がいいと思いますよ。まあ、コーヒーヒをうんと飲むと長寿になるとかですね <laughs> まあ言う人山ほどいるんですけどブロッコリーとかブロッコリーって日本にありませんでしたからね、まあ、そういうものを言うときには栄養学者は十分にその栄養と健康体というのを考えてから言ってほしいと、まあ、そんなふうに思いますね。